皆さんこんにちは。和コンプロデュース都絵巻東京和コンの堀越です。柴田です。前回は神前式についてご紹介いたしましたが、本日はホテルと神社の神前式の違いについてご紹介したいと思います。堀越さんの考えるホテルの神前式の魅力って何ですか？はい、まず一つは季節や天候に心配がないこと、そしてもう一つは、会食やパーティー会場、披露宴会場までの移動の負担がないことだと思います。あとは挙式の打ち合わせとパーティーの打ち合わせを一緒にできるのもいいですよね。そうですね、では神社の神前式の魅力って？おごそかな雰囲気の中、伝統的な式が可能なことだと思います。そうですね。あとは神社さんによって独自の神事があることもいいなと思います。例えば赤塚氷川神社の福祉預けの方や芝大神宮の立ち合わせ福祉であり、あとは野毛神社のなそり舞いは独自の、神事でいいですよね。そうですね、素敵ですよね。あとは神社は古来より地域に根ざし、歴史に名を残す信仰や建物が非常に数多く残っているので、そこもいいなと思います。そうですね、そうですね、いつでも訪れることができるからこそ、いつ訪れても挙式の日の感動であったり、新婚気分がよみがえってきたりするのも、とても魅力だなと思います。そうですね、神社の挙式ってすごく魅力的ですね。そうですね、たくさんありますね。神社の結婚式をご希望の方は都絵巻にご相談ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。